禁忌の代償はあまりにも大きかった。死の影に蝕まれた少女に妖精王たちは手を差し伸べるが、この子たちはどんどん脆くなっていく。禁忌の代償はあまりにも大きかった。死の影に蝕まれた少女に妖精王たちは手を差し伸べるが、この子たちはどんどん脆くなっていく。